高藤蕎麦は、福島県藍津地方で受け継がれてきた蕎麦、あるいはその食べ方。1998年以降、その発祥地の長野県伊なし高藤町にその名前が逆輸入され、戦国時代から家庭食として各家庭に受け注がれてきた、つらつゆ蕎麦を高藤蕎麦という名に変えて、蕎麦店で販売が開始されるようになった。江戸時代初期において、蕎麦は、 辛味大根のおろし汁と焼き味噌で食べるのが一般的だったが、醤油や鰹節などの普及によって、醤油だれにとって変わった。福島県の高遠そばも、長い年月の間に醤油や鰹節を用いる食べ方も見られるようになったが、古い形のままの高遠そばも見られる。会津地方の観光地である大内宿では、鰹節をかけたそばを大根おろしを入れただし汁につけ、 橋代わりの長ネギで食べるという道地の名物、高遠そばもある。一方、里帰りした長野県では、大根おろしから取った絞り汁を味噌で味付けしたものが、使われている。また、大根は辛いものでなければならず、つけ汁に辛味大根を使うのは、新州そばの原型である。星名正幸慶長16年に、江戸幕府、第二大将軍、徳川秀忠の4、 男として、縄を受けた、星名正幸は、諸子だったため、玄奈3年に、品野高等藩3万国の藩主、星名正光の養子となり、正光の後を継いで、官営8年に同藩の藩主となり、官営13年の出羽山形藩20万国への、違法まで藩主を務めた。蕎麦先進地の品野国諸藩からの違法は、江戸時代初期から頻繁にあり、正幸も、その一人であった。 高藤藩三万国、山形藩二十万国、藍津藩二十三万国と国高が上昇し、家臣団や城下を削減することなく違法できた。正幸は、一方で蕎麦好きだったとされ、山形や藍津に、そして第四代将軍、家綱の補佐をしていた江戸にも蕎麦を広めたと考えられている。高藤藩からは、徳川将軍家に、神ざらし蕎麦を献上する慣例もあった。 正幸が合図店舗の際に一緒に連れてきた蕎麦打ち職人から続く伝統の蕎麦は、正幸が初めて藩主となった高藤藩に由来して高藤蕎麦と呼ばれ、福島県合図地方に根ざしてきた。高藤町では蕎麦は郷土食として各家庭で脈々と途切れることなく受け継がれきており、 そばの打てない女性は嫁にはいけないと言われるほどの日常食として根付いていた地域であるがゆえに、商売としては成り立ちにくく、長年、町内には、そば屋はほとんど存在しなかった。1997年、交流のため、福島県藍津若松市を訪れた長野県、高藤町が、高藤そばという名称で、そばが商売として成り立っている状況を目の当たりにし、 1998年より、道庁の飲食店関係者らによって組織された、高藤蕎麦の会が中心となって、合図の蕎麦屋の支援を受け、高藤蕎麦を地域活性化のための事業として取り組むことを開始した。2000年には、合図若松市と高藤町が、親善交流都市となり、2006年に、高藤町と合併したいなしが同市との、親善交流都市を引き継いだ。 以上のような歴史を根拠として、長野県稲市は、自らの死が、新州蕎麦発祥の地であると主張している。ありがとうございます。